日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。皆さんこんにちは、上田彩です。さあそれではここねちゃんがここ東京タワーでの最後の方向を終え、こちらゴールに到着したそうです。さあ7月29日月曜日、山形よりスタートしたおしんはここねキャンペーン、山形の後鶴岡、宮城、岩手、青森、長野、新潟、富山、石川、京都、大阪、滋賀、広島、愛媛、愛知、北海道、静岡、宮崎、福岡をめぐって、お疲れ様でした、おしんちゃん。そしてここ東京タワーでゴールを迎えます。ここね、おかえり。かちゃん、ただいま。ハグー。一番思い出に残っていることって何ですか？県で言うと大阪と宮崎と山形です。大阪はいとこが来てくれて、よかったのとされた。宮崎は地元のふるさとなので、はい、だから久しぶりに帰れたのでよかったです。はい。夏休み返上で行ってきて、はい、宿題はまだ終わってなくて、どうすればいいでしょうか、上田さん。どうしようか、今日一緒にやる？えでもね、撮影中もずっとやっぱりこう楽屋でお勉強してましたよ。そうなんですか。何が一番大変でしたか？寒かったよね。雪ね。雪の中を走ったりするシーンがとっても多いんですよね。はい。宮崎県出身なので、あんな雪を見る機会あまりないでしょ？なかったですね。あんなに寒いこともないよね。はい。この全国全世界で愛されてるおしんを、はい、その中のキャラクターを演じるという意味では何かこう、はい、何でしょう、プレッシャーなんでしょうか、それとも喜びなんでしょうか？プレッシャーは、ピン子さんですね。私もお話をいただいてから、どうしようってこう悩んでる時に、前作の、こう VTR をまとめたようなものを資料でいただいたんですけど、はい、ピン子さんの演じる富士がものすごく私の中で大きかったので、私には無理だなと思いました。無理だなと思ったけれども思ったけれども、はい、ピン子さんに綾にやってほしいって言っていただけたことと、あとはもううちの社長がやれと言って、はい、背中を押されたので、はい、いろんな顔色を見ながらこれはやるぞと思いました。はい。これでキャンペーン無事にゴールしたわけですが、ゴールしたここねちゃんに上戸さん、そしてスタッフからプレゼントがあります。氷でできた彫刻をご用意しました。これは氷ね、東京タワーの彫刻は実物の200分の1の大きさです。すごい。果物もたくさん。そうなんです。このフルーツなんですけど、ここねちゃんが巡ってきた各地の名物のフルーツを置かせていただきました。美味しそうだ ね。映画おしんは、おしんの辛い気持ちや時には嬉しい気持ち、それと私ぐらいの年齢の方に、その昔の人たちが苦労した生活とかをぜひ皆さんに知ってみていただきたいので、ぜひご劇場でご覧ください。よろしくお願いするす。ありがとうございます。